はい、綺麗な声がね、たくさんいますね。はい、明日13日のね、展示即売会用にね、盛大に販売しますので、2万円以下のね、低価格の声もこれからね、仕分けして、そちらにね、振り分けたりとかもしていきますので、まあ、こちらの声もね、明日の10時までにはね、声のね、陳列が終わるようにしたいと思いますので、明日13日の展示即売会にね、お待ちしております。これ取っとく？これ、うん、OK です。はい、それもいいな。こういうの変わってね。あ、変わってる。これなんただいいんじゃないの？はい、庄内金魚ですね。2000円で販売します。はい、1万円くらいのところですね。1万円から5000円くらいのところですね。頭ぶつけちゃってね、ちょっと白くはげちゃったと思いますね。47センチぐらいある黄金ですけど、まあ、こういうのね、5000円で販売しますね。はい、綺麗なね、三毛ですね。まあ1万円ですかね。五色5000円かな。まあ、ここら辺大きいんでね、1万円で。紅帰国竜ですね。まあ5000円ですかね。5000円、はい、1万円くらいかな。はい、大賞ね、1万円かな。黒帰国竜ですね、かっこいいですね。1万円で。ヒレナガのベニクジャクですね、ロングフィン、1万円ですね。5000円かな。5000円。5000円。
5,000円。五色。三家かな、5,000円。変わり声5,000円ね。アルビノ木鯉。お、綺麗だな、このクジャク。ネットで売ったら5万円くらい。店頭でね、2万円ですね。2万円、まあ、2万円くらいですね。安く。おりこ、お手、よーし、おかわり、伏せ、バーン。なんだ、できなくなったのか。よーし、はい、三家ですね。2万円かな、売り出し価格2万円。これも炭の効いたね、2歳の三家。はい、2万円ですね。紅鯉ですね。はい、五色、まだ色出てないですけどね。大型のメスになりそうですね。メスなので大型になりそうですね。1万円で。帰国料も1万円かな。はい、メスの昭和かな、2万円。はい、骨格のいいね、ベニクジャクですね。これも2万円でね、売り出し販売します。メスですね、骨格いいですね。はい、紅白ね、1万円かな。ちょっとかっこいいな、これ。これネット販売で。紅白、1万円かな。かっこいいね、2万円かな。紅白、1万円。ドイツ昭和ですね。これネットで販売します。はい、ベニクジャーク、1万円かな。かっこいい。これも1万円。ベニキコクリュウ、2万円かな。このクジャーク2本ね、2万円で販売します。売り出し価格2万円。これも2万円。この大きな方もね、2万円で販売します。売り出しの特別特価ですね。
この骨格のいいでかいねベニクジャックも2万円なんかね目玉商品作んないとね。紅白も2万円このベニクジャックも2万円ですね。1万円かな。はい、昔黄金ドイツかっこいいね。はい、2万円のところのね売り出し用のコインになりますね。明日展示即売会ではね2万円にてね販売しますので、こっちがね1万円のコインですね。まあ泡で見えないんですけど、来てみてのねどんなのがいるかっていうねお楽しみでお願いします。はい、こっちが5000円のコインになりますね。45センチくらいところがね5000円のコインですね。はい、こちらは3000円ですね。はい、こんな感じでね明日のコインのね整理を明日のコインのね販売するコインのね整理をしておりますので、また明日ね、動画を撮影しまして売り出しの状況とかもお送りしたいと思いますので、引き続き当チャンネルの方よろしくお願いします。それではね、さようなら。